どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、私のところの実家に来まして、いつもガズレレ YouTube で使ってウクレレとかにねついてる、わがままウクレレつけてるこの写真のこの水引きを作っている私の両親がどんな風にやってるのかということでですね、突撃取材をしに来ましたということで、これ実家なんでね、私のこのなんか歌ってる写真だとか、なんかこれはもう高校生の時だと思うよ、これやばいですよね、この写真。そんなんとここにありつつですね、まあ私の実家なんですけどね、お届けしたいと思います。これ、じゃあ見てください。はい。私のお母様でございます。お母様、どうもこんにちは。こんにちは。こういうことになってですね、水引きは。すごいよね、これ。これは、飯田の名物ということなんですけど、あ、ここ見て、ほら、色で束になってんだ。これ何本ずつとか決まってんのかな、うん、何本ずつとかある？ 1 本ずつ。へぇ、これを合わせて、そのお二人のセンスで、うん、お二人のセンス、うん、で、これ切ってあるの、半分に。これ半分で切ったら、まずこの長いの半分に切って、ここからスタートらしいですよ、うん、なんかすぐできるんですか？できますよ。ちょっと一個せっかくなんで、何色がいい？もう色を選んでやる。色を選んで、いや、お母さんたまにはそっか、じゃあ緑が好きだから、うん、これのメインの差し色のこれと、このこれメインでこれ1本ずつ、そういう感じでやってるわけですね。そうです。さすが派手な緑だな。そうですね、全部で6本にするんだけど、これは1本ずつ、うん、だから4本の1本ずつでいい、ね、うん、なるほど、うん、4本。あ、でもこの緑も背がたいね、うん、こっちの方がいいな、うん、ごめん、こっちに変更ないのか、新しくない、うん、じゃあこれ戻しとく、俺が、うん、じゃあそっちの緑でお願いします。あ、いつも一緒に作ってるお父さんもおりますんで、お父さんどうぞ登場してくださいこういう緑も可愛いよね、はい、淡いやつね。そうそう、うん、私このグレーが好きなんだよね。あ、 お父さんも、あ、愛清さんです。お父さんの愛清さんです。もう選、お父さんはどっちかというと選ぶ色を選ぶ担当で、なんとなくイメージは、お父さんはこれをどういう組み合わせにするか、あと外2つが 赤だな。外2つが赤、こういう風、いや、並べてこれが一番向こうでいいよ、ピンクが。こういう風、そうそうそう、はい、それでいいです。これがこういう風か、こういう風か、あと外側になるように、外側に、それで、やるもん。なんたって、水引き歴50年でしょそうね、50年だもん、もう、本当にもう。すごいね。もうね、糸もあっち行っちゃった。ちょっと、うん、もうね、やっぱさすがに1年ぶりでは誰だっけってなってんじゃない？ちょっともう一応見てみて。向こうの家にいるんじゃないかな。もう忘れちゃってる。ね、忘れちゃってるんだよね。最初になんか止めるんじゃないんだね。最初にもうある程度形を作るんだ。うん。うん、これはちょんと切るんならいいんだけど、これをダラダラに残したいもんで。うん、なるほどね。それが一番いやらしい。左右両方ともね、こうやって色を選ぶわけでございます。そうそうそう、なんとなく私の中のイメージ、お母さんはね、和 の、 組み合わせで、なるほど、お父さんはヨーロッパっぽい組み合わせ、なるほど、そうなの、欧米っぽい。今ハニーさんがちょっと興味津々になって、独自の自分用のもうね、前作ってもらったやつがね、本当にずっと使ってたからね、だいぶ見せて、ちょっとだいぶあれだから、新しく今これで考えてるんだけど、いいね、これ今度小杖セレクションモデルで出すのもいいんじゃないですか。このうつむき加減が可愛いね。見たら、たまに表の方からな、見てみて、ね、一個ね、そのせっかく作ったこの黒が消えちゃうんだよね、うん、外側、だから、なんていうのかな、外前来ると、そう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 、なんで、そう、一個手前に入れたいんだよね、うん、こうやって見てる分には外が一番可愛いんだけど、そこなんだよね、うん、こうしよっかな、これ作ってみる。じゃあその隙にちょっとこういう、なんかこれ何これ、ラン、何
すごいでしょ。すごくね。うちもね、ジャングルみたいになってるんですよ、実家も。そうね。うん。これランだって。あ、これランなの？オンシジウム。オンシジウム。オンシジウム。どうこういうの。俺はどうかこういう。パッと見、パッと見。うん、これをこうするか。そうだ、組み合わせでだいぶ違うんだよね。そう、こうするか。やっぱりこっち、ブルーは反対色なんで、ほんとこういう風にしない、うん、いいね。なんとなく。あ、そう、うちのお父さんね、油絵を描くんでね。そうそうそう。描いていたというか、描くというか。正しくは描いていた。色相は結構ね。すごい出来上がってきた。あ、ほんとだ。待ってみて。いい色、うん、やっぱり、素敵。ピンカツさんっぽい、うん、それで後ろをピッと止めて終わりなんだよね。後ろもそう、すごい、すごい綺麗じゃん。早い、ちょっと見せて。あらららららら、いいですね、はい、こんな感じで作られております。いろんな種類をね、作ってくれてるから、うん、まあまあ、ワンパターンじゃなくて。そうね、同じ水引きだけど、またそれでウクレレにはめた時でまた変わるから、うん、雰囲気がね、だいぶ違う。面白い。楽しんでやっていただければと思いますけれども、そんなことで長野県飯田市の両親の作業現場からお届けしましたけれどいかがだったでしょうか、はい、いつもありがとうございます。本当にでもこれをやることがね、やりがいでよかったですね。そうです。なんで本当に皆さんのおかげでございます。このですね、様子はですね、ガズーさんが2018年に出版しているこの本、いきなりウクレレという本でね、紹介してるんですけど、その時の写真もね、こんな感じで載ってるんですけど、全然変わらないですね。今回はね、うん、実はこうやってこれといろんな用事も兼ねて、長野県飯田市の方に来たんですけど、まあまあその旅の様子はですね、実は僕たち、ハニーさんと一緒に、今撮ってるハニーさんですけど、一緒にね、サブチャンネルやってんですよ。サブチャンネルの名前、その名は、ガズの家。ガズの家というこのチャンネルやってるんで、リンクここと概要欄のところに貼ってるんで、そっちではね、その旅の様子を動画にしてアップロードしていますので、そっちもぜひご覧になってください。あ、そっちもこっちもチャンネル登録お願いします。引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。バイバイ。ガズのわがままウクレレとガズの初めてウクレレとセミオーダー。はい。それぞれ予約注文販売の再開と、販売が再開されております。ガズの初めてウクレレの方はもう即発送できますんで、ご興味ある方、ここにリンク貼っておきますね。概要欄のところにも貼っておきますけど、ぜひぜひチェックしておいてください。先ほどもちょっとご案内したんですけど、この幻冬舎大学×ガズレレの、このオンラインレッスンプログラムのご案内、これまだね、やってますんで、皆さん、これぜひチェックしておいてください。概要欄の方にもね、リンク貼っておきます。そしてですね、はい、これ、このリッドミュージックから出てるこのガズの、赤、青、黄色みたいな、信号機みたいなこの本の、この緑のバージョン、これがですね、実は、新しい改訂版になって、中身もね、ガズレレ YouTube も改訂版が増えたんで、その改訂版バージョンになって、4月14日に発売になります。なんですけど、これ現在、Amazon とか楽天とその辺の、オンライン書店をはじめ、いろんな書店さんで予約受付が開始になりました。これもですね、ちょっと概要欄などに貼っておくんで、ちょっとこれ、見といてください。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使ってる方は中身一緒ですね。ちょっとご確認いただきたいんです。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この二つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ。キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。